グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。暴走対策ウッドデッキ工事、雑草がなくなり快適なドッグランが完成。あ、電柱周りの土間ですね。電柱周りは砂利ですか？これはわざと砂利にしてるんですね。なぜかというと台風とかの時に電柱ってすごいしなったりして揺れて動いてるんですよ。はい。際までコンクリートにしちゃうとコンクリートがその影響を受けて割れちゃうことがあるんで、はい、その緩衝材で防草シートを敷いて砂利をちゃんと出して草が生えないような処理を、まあ、手間なんですけど、はい、入れてやった方がいいんですけど、そうやってます。なるほど。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますのでお気軽にご連絡ください。フリーダイヤル0120-041-301です。お電話お待ちしております。